はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、痛みでお悩みのあなたに痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、ちょっといつもと違う感じで動画をお送りさせていただければと思います。いつも私が使っているこのデスクとですね、まあ、パソコンとあとスマホをですね、はい、ちょっと用意してですね、動画をお送りさせていただきます。はい、でですね、まあ、質問をいただいたんですけども、私のですね、いつも動画でお伝えしている腰痛の改善のストレッチをですね、していただくことによって、まあ、腰の痛みはですね、解消できるんですけど、どうしてもデスクワークをするとまた腰が痛くなってしまう、これはどうすればいいんでしょうか、もうどうしようもないんでしょうかっていうようなですね、質問をいただきました。はい、そんなことないです、そんなことないです。結局のところストレッチをして腰痛が改善したとしてもですね、結局またその痛みの原因を作ってしまえば痛みってやっぱり戻ってきてしまう。じゃあその痛みの原因を作らないようにすればいいんですね。で、デスクワークで腰が痛くなる方っていうのはなぜ痛くなるのかっていうと、まあ、簡単に言うと腰が丸まってしまうんですよ。腰がこうぐるーっと丸まってしまって、こうパソコンしたりとか、まあ、スマホをですね使ったりとか、あとは書き物したりとか本読まれたりとか、丸まってしまって痛くなる、または変に意識して反りすぎてしまう、反りすぎてしまうことによって痛くなってしまうんですよ。はい、なので腰がいわゆる曲がりすぎたりとか反りすぎてしまうことによって、腰が動きすぎることによって痛くなってしまうんですよ。以前にいただいた質問で、座った状態で腰が動きすぎることって考えにくいんですけどっていう質問をいただいたんですけども、丸まりすぎてしまうと動きすぎてしまいますよね。反りすぎることも動きすぎてしまう。なので動きすぎることはやっぱり良くないんですよ。じゃあどうすればいいかっていうと、腰を意識するんじゃないんですよ。実はデスクワークで腰を意識するんじゃなくて、この骨盤なんですね。骨盤および股関節を意識するっていうことが大事になります。じゃあどうするかっていうと、この骨盤を立たせてあげる、骨盤をぐっと立たせてあげる、まあ、何を言いたいかというと、この股関節を曲げるんですね。股関節をぐっと曲げていくことによって骨盤が立ちますよね。そうすることによってこの腰、腰椎っていうのは特に意識する必要がないんですね。はい、骨盤を立たせてしまってさらに反ってしまうとダメですよ。はい、反るんじゃなくって意識するのはやはり骨盤股関節です。腰を意識するんではないんですね。腰が曲がってるとか反ってるじゃなくて、骨盤をぐっと立たせてあげて骨盤ごと前に倒してあげるというようなイメージですね。股関節を曲げてあげた状態でパソコンを使っていただいたりとか、まあ、スマホを使っていただいたりとか、書き物をしていただいたりとか、あとは本を読んでいただく、まあ、あのご飯を食べるとかでもいいですよね。骨盤股関節を意識していただくことによってですね、はい、腰痛のですね、再発を予防することができます。なのでいつも私がですね、お伝えしているストレッチもちろんやっていただきたいんですけども、デスクワークだったりとか座ってる時間がもし長く続く場合は、腰ではなくって骨盤股関節を意識して骨盤を立たせて、まあ、骨盤を前に倒すっていうようなイメージで座っていただくことによって、デスクワークの腰痛をですね、まあ、予防することができますので、ぜひですね、試していただければと思います。ということで今回ですね、デスクワークの腰痛をですね、骨盤を意識して治す方法をお伝えさせていただきました。はい、実はですね、この動画のですね、はい、やり方オリジナルっていうのは、実は私のこのアイデアではなくって、私のですね、仲間の先生の木村先生という先生のですね、アイデア考え方になるんですね。はい、木村先生はですね、このようなストレッチの方法だけではなく、体の使い方について詳しくですね、動画で情報発信をされている先生になります。もともと理学療法士リハビリの先生になりますので、そのようなことがすごく得意な先生になりますので、ぜひですね、このオリジナルの動画もありますので、下にリンク貼っておきますので、ご覧になっていただければと思います。はい、いわゆるストレッチをやってもその場では痛みが取れたとしても、また痛みが戻らないようにするためには体の使い方っていうことがすごく大事になりますので、ぜひ木村先生の動画もですね、参考にしていただければと思います。ということで、これからはですね、骨盤を立たせる姿勢意識してみてください。もしご質問とあればですね、下にコメント欄で残していただければと思います。またですね、今後も、腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。